こんばんは、粘土の佐藤貴です。こんばんは、クリス智子です。デザインを踊れ楽しむ J-WAVE クリエイディオ2021年、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。よろしくお願いいたします。本年も、いや、皆さんどうお迎えでしょうかね。ですね。牛年。あ、牛年なんですか。大木さん何年でした。なんだっけな。ちょっと蛇年なんてあります？ありますよ。ありますね。面白い。そこからが面白い。ヘビね、年賀状とかって昔書きましたか？まあ今もですけど。昔は書いてた気はしますけどね。なんか干支によってほら、書きたい年と書きたくない年ってあって、私難しい年って。書きたい動物があるってことですか？うん、なんかデザイン的に、ほら、絵になりやすい、だ牛とか、まあ今年はまあ白と黒で行ってもいいとかあるじゃないですか。わざわざ顔描かなくてもとか。あ、なるほど。ヘビも動きがあるでしょ、とか。はい、何が難しいかな。私イノシシなんですけど、イノシシとかはちょっとも可愛く描けないタイプじゃないですか。確かにね。ね、ウリボーンは可愛いんだけど、そう、まあそんなどうことを思ったりしてね。確かに確かに。でも最近年賀状も減ってきて、あれですよね、郵便局員の方もすごく忙しそうかっていうと、そうでもなさそうなんですか ね。でもなんか去年は、まあ去年になりますね、だからコロナ、もあってね、あまり直接会う機会ないから、年賀状ちょっと盛り返したっていう話も聞きましたけどね。でも年末年始あれですよね、きっと荷物は増えそうですね、やっぱり。あの、配達の配達員の方、そうでもないんですかね。配達員気になります。僕は気になる配達員は近所にいまして、佐川の配達員の方と、大和の配達員の方なんですけど、めちゃくちゃ仲いいんですよ。でいつでも一緒にいて、山本さんいたとか、あ、いたいたとか言ったり、ちょっと炭銀ビルの地下1階に荷物あるんだけどさ、うちのなんだけど、ちょっと代わりに取ってきてくんないって。それ愛なのか。やだよとか言ってて、すごい仲良さそうなんですよね。なんかいいなと。いいですね。いいですよね。なんかつながってて、会社的にいいのか分かんないけど。そうそう、それなんですよ、ね。まあ、うん、地域をね、その地域を守ってるっていう。うん、そう、なんかお互い情報交換したり、一緒に休憩したりしてて。うちはでも近所、やっぱり大和さんも佐川さんも、途中、坂の下であっても、まあ、うちちょっと坂上がったところなんですけど、坂の下であっても、あーって言われるんですよ。はい、で、あ、はいって、うちのありますって、あ、あるんですけどっておっしゃるから、はい、じゃあ今もらいましょうかって。そのまま受け取っちゃう。ね、うん、あ、結構大きいか、まあ、いいです、大丈夫ですって言って、持っていくときもあるし、で、あんまりにも大きいと、じゃあ今ついてきてくださいなんて言って行くときもあるし、なんか、地域の、でも顔を知ってるといいですね、大きさ。確かに。あと、まあ、郵便局員の方も、まあ、他の方もそうなんですけれど、事務所の真裏に僕住んでるんで、同じ方なんですよ。はい、なんで、週末とかに、荷物届けに来て、はい、あ、佐藤さん今日粘土さんっています、って言われていや、ちょっと今日いるか分かんないですね、ごめんなさい。粘土さんいますって広いですよね。はい、そうなんですよね。なんで週末にスタッフがいるかの確認を僕に直接してくるっていう。してくる。そうなんですね。ねえ、まあ今年もね、いろいろ配達もよろしくお願いします。はい、はい、はい。皆さんもどうぞね、一年またよろしくお願いいたします。クリエイディオ、今夜も3時までよろしくお願いいたします。JMM クリエイディオ、年度の佐藤貴さんとクリス智子で始めております。はい、でもお正月、大木さんは年間通してもお休みってどうなんだと、お正月どういうふうに過ごすことが多いんですか？普段と変わらずですね。はい、あ、そうか、周りは変わるわけですよね。会社が休みになったりとか。そうですね、事務所は休みですけれども、いつも通り自宅で作業しているので、まあ週末がちょっと長めぐらいの感じですかね。そうか、じゃあ、でちょっとじゃあその間におせちつまむかと
とかっていうことでもなく、そうですね、まあ、実家に一瞬こう顔出したりとかはあったりはしますけど、ね、はいはい、まあ、あまりお正月らしいことしようっていう形じゃないってことですもんね。まあ今まで、まあ、今年とか、うん、まあ、そうですね、あのミラノサローネがまた9月に延期になってしまったっていうのがありまして、はいはい、で去年はなかったりっていうので、うん、最近ちょっとその辺のリズムは狂ってきちゃってるところはあるんですけど、はいはいはい、やっぱりその4月のミラノサローネっていうところが一つの節目で、そこがどっちかっていうと正月なんです。そうなんですよね。なので大木さんの節目はあれだね、年中行事じゃないんだ、季節じゃないんだ、なんか納得いきます。そうなんですよね。なんかサローネ1月でこう、はい、ちょっとこう火を消してしまうと、うん、またこうエンジンをかけるというか、はい、そこから強火に持っていくのが大変なので、うん、で弱火でコトコトみたいな感じで、うんうん、なんか珍しい料理に例えるなんて。あららら、ちょっとちょっと、今年の僕はちょっと違います。違うのかな、しないと思うけど。しないです、ね。鍋も見えないと思うけど。はい、そう、お正月、本当昔って変だけど、まあ、毎年とずいぶん短くなった気もするんですけどね、まあ、お店も休みが短くなったりっていうのはある気もするけど、でもちょっとじゃあ、実家に帰られたりなんていう時は、なんどうですか、ご親戚とか、めいっ子とか、お年玉あげるとか、そうない。いや、なんとなくもう、うん、兄弟と親と会ってみたいな、そんな感じでひっそりと数時間ご飯を食べて帰ってくるみたいな。結構シンプルですね。クリスさんそういうのあるんですか、何かこう大勢で集まってとかっていう感じ。大勢はないですけど、でも家族では、はい、まあ、でもなかなか普段逆に、うん、帰ることが少ないので、はいはいはい、うん、なのでそのクリスマスとかお正月とかはなるべく、はい、うん、っていうのはありますけどね。お年玉とかは、はい、会う子にはあげたいなとか大人になると思うじゃない、うん、まあそうですね、仲いい子とかね、はいはい、近所の子でも、はいはい、やっぱ自分が小さい時そうしてもらったらすごく嬉しかったから、はいはい、隣のおっちゃんとか、おちょっとおじゃんとか言って、はいはい、なんて言って、だからそれをできれば大人になって仕返ししたい。仕返しはちょっと違う。お返ししたい。お返しですね。ああ、なるほど。そうだ、間違えた。へえ。なんかなるべく。そうすると、あ、用意してないとかになると。なりますよね。それタイミング、うん、ね、なかなか、な、常に持ち歩いてるんですか、こう。あめちゃんあるよ、みたいな感じで。そこで、はい、ある時、リスナーの方から何年か前にいいアイディアを聞いて、はいはい、お札とかだとまた大変だから、はい、小銭をガサッと大きなのに入れとくの。大きなのってなんかボールとか、あ、自宅でたらいとか、たらいとかにありましたらたらいとかそれに入れて手づか、わしづかみ、手づかみで取れた分だけ持ってっていいよって。そうすると子供にとってもすごい宝さが、もうやしかまるっていう。あそこにゲーム性を、うん、そう、でもそこまで、はい、札束が飛ぶわけではないまあなんかこう、まあでも楽しみもねっていうとこで、はい、そうそうそう、まあなかなか、そんなね、まあなんか大人に、まあ、大人の立場に最近なりましたかね、だから。なるほど。うん、そう、まあ、クリスマスツリーとかって出しました？はい、もちろん。あ、やっぱりそうなんですか。出さないんですか？昔はよく出してたんですけど、犬がですね、うんうん、下の方のこう届く葉っぱというか、はいはい、そういう飾りとかも全部食べちゃって。うんうんうん、毎年正月ぐらいになるともう下の方ははげてるみたいな状態になってていますよね。徐々に廃止されましたね。そうか、うん、高いとこにもちょっとね置いたらよかろうね。そうですね、そこでしたね、うん、まあ飾るかな、だからまあ行事とし、行事っていうか家族で集まってツリー飾るっていうのは、はい、うんうん、すごい大事にしてるかも。あ、うん、まあ何か別にパーティーがどうのっていうわけじゃないんですけど、はい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 、そういうのがね、うん、まあでもそれ先週、わずか先週の話ですからね。そうですよね。この辺がね、日本のこう慌ただしい本当ですよね。ちょっとここね、1日2日3日ぐらいゆっくり皆さんも、まあ、できるのかなというね、うん、はい、はい、2021年ですね、ですね、始まってます。お正月、そうですね、初夢とか、あ、書き初めもありますね。こう、あ、今年こういう、はい、まあでもね、よく抱負とかね、今年の抱負なんですか、もうこれなかなか、もう毎年そんなに人間ですからっていうのもありながら、あ、でも抱負ですか、なんていう、言わなきゃいけないシーンもあったりって、やりたいこととかあります、逆に、やっぱできてないな、今年これはしようかな、とか。なんでしょうね。僕基本的に、ね、はい、ビジョンというものがないんですよね。あまり持たないようにっていう。でもそうなんです、そうなんです。楽しいことも。なんか目標もそう、楽しいことも含めて、何かこう目標とか持ってしまうと、それが達成できなかった時のショックが大きいなっていう。どこまでもネクラな、いやそうなんですよとか、そうなんですよね、とか、やっぱりその目標に
目指してしまうことによる、はい、うんうん、他のものの排除とおっしゃいましたもんね。まさにそうなんですよね。そうだな。なのでも本当に今日一日をいかにこう楽しくというか、うん、マイペースに進めるか、そうなんですよね。それが本当に一番大事なことないなっていう気は僕はしてるんですよね、うんうん、もう絶対大事でしょう、そうなんですよね、大事ですけど夢も大事じゃない。でも多分叶えちゃってるよね。いやいやあるのかな。私も気球とか乗りたいですけどね。気球乗りたくないですか。気球ですか。ずっと乗りたいんですけどなかなか乗るチャンスがなくて。それは なんで気球に乗りたいって思うんですかね。あのやっぱ高いところに上がってみたいみたいなことだ。バカみたいな。いやそうだね、そうだね。高いところに気持ちいいな。経験してないこともしたいっていうことなのかなですかね。なんか行ったことのない、まあ地続きで歩いていけば山も登れそうだし、もちろんそうするとヒマラヤとかも登ってみたいけど、究極そうなっちゃうもんね。でもなんかそういう場所に行った時にどう感じるんだろうっていうところは知った。経験なのか、風景と経験が私多分大きいのか。それ日常の延長線上ではなくてポンとこう、いや全然日常の感覚を増やすっていう感じですかね。なるほど。どうなんだ、私の場合は。そういうことなのか。なんか想像するのも楽しいんだけど、日常とその気球の狭間がこう埋まっていく感じなんですかね、うん、そうかもしれないですね。何がその狭間になるか僕は分かんないですけど、うん、でもそうなんか知らない感じことすごい知りそうじゃない気球。確かに大木さんとかだと気球、いや俺がデザインした方が早い、なんであんないつもあんなこんなバルーンなんだみたいなことを思っちゃうかな。はあ、うん、でも気球のデザインを依頼されたらものすごく楽しいだろうなって今思いました、うん、でもそれまでに気球を知っててデザインするのと知らないでデザインするのとだいぶ違うでしょうね、うん、どっちが正解とかないと思います。そうですよね。僕はどっちかって知らずに、うん、ってことですよね。はい、うん、初めましてから入る方が、はいはい、なんかこうビギナーズラックがありそうじゃないですか、うん、知らないがゆえのアイディアが出てくるかなとか。それも絶対ありますよね、うん、なんか経験する方としてはだから行ってそれをどう思うかっていうとこなのかな、うん、あ気球ね、いつか青木さんの気球だったら安心そうだな、うん、気球今デザインしなくて大丈夫ですよ、ね、まだ1年ここからなく364あるんで大丈夫。クリエイディオ、お知らせの後は2021年のクリエイディオを考えていきましょう。 J-WAVE クリエイディオ 81.3 J-WAVE
粘土の佐藤貴さんとクリストもここでお届けしております J-WAVE クリエリオです。まあ、1年の計は元旦にありとも言いますよね、はいはい、今後の、うん、今後のっていうか今年の、はい、クリエリオどうしようかっていうことも、まあ、お話ししたいね、するのもいいかなってことで、番宣番組宣伝はい番宣、うん、まあ、皆さんも番宣ってのお分かりでしょうかね、まあ、番組の内容をこうキュッと、うん、いろんな番組の間に流れてくるコマーシャルのようなものでして、はいはい、だいたい20秒ぐらいだいたい、まあ、40、20、まあ、でもだいたい番組20ですかね、20秒がほとんどですね、はいはいはい、で、まあ、我々も4月昨年からシーズン2番組始まって、はい、まあ、もうちょっと4月5月はちゃんとお届けしていた番宣なんですけど、はい、だんだん楽しくなってきまして、うんうん、いろいろこう自由になってきてるじゃないですか。そうですね、うん、今改めて番宣は CM みたいなものですって言われて確かになって思ってそうですよ、ね、大丈夫かなって今不安が今ちょっとよぎってきましたけどね、うん、でも番宣を、ね、去年の番宣を聞くことによって、はい、どんな番組だったかとかをちょっと改めて振り返れるっていう、そういうことなんですかね。そうですよね、ちょっとここで、うん、そうだから番宣的に、まあ、番宣大事ですから番宣的に、はい、まあ、私今どの立場で言ってるか、私番宣的にこれでいいのかっていうかね、もうどうなのかっていうことを2021年を考えていこうということで、なるほど、クレードの番宣自体を聞いたことがない方ももしかしたらいらっしゃるかと思うので、はい、私たちも振り返りながらですね、うん、ちょっといくつかクリエードの番宣をお聞きください。粘土の佐藤大樹です。クリストモーコです。デザインを音で楽しむ J-WAVE クリーンエディオ、今週は大木さんに聞いていただきたい音を持ってきました。はい、え、これね、え、なん、なんすかこれ、わかる、え、答えは金曜深夜に30分に粘土の佐藤大樹です。クリストモーコです。デザインを音で楽しむ J-WAVE クリーンエディオ、今週は大木さんのお箱ネタですよ。え、トイレってことですか。この神回確定じゃないですか神回確定自信あるな、クリエディオ金曜深夜2時30分から粘土の佐藤大樹です。クリストモコです。デザインを音で楽しむ J-WAVE クリーンエディオ、大木さん大変です。はいはい、何ですか。トイレが止まりません。トイレが止まりません。トイレのメールが止まりません。トイレのメールがそうなんです、はい、改便ってことですかね。どっちかな、違うかな、はい、クリーンエディオ金曜深夜2時30分からまずひどいですね。まずひどいわ。まず反省点しか思い当たらない。ひどいですね。トイレを神回っていう。自分で言うか。神回は人が言うことであって、僕が言っちゃう。でも僕にとっての神回だったんですよ。いや、デザインじゃないのかっていうところで私は。とかね。トイレ。何の番組だか全然わからないですね、これ聞いてもね。そうですね、音。最初の自己紹介だけ一応真面目に言うんですよね。そうですね。しかも一応頑張って、ちょっと、いつもよりもちょっとテンション高めに言ってるつもりなんですよ、うん、僕の中では。そうですよね。番宣っていろんな番組の中で流れるんで、なんかこう、トイレは、今聞いた二つも、まずトイレって、はいはい、番宣って、いつ流れるか、流れるっていうのはあれでしょう、番宣がですよ。ああ、そうか。ということを考えたら、食事ですか。お昼、うん、もしかして番宣を聞いた方がスタッフで、はいはい、これちょっと昼に流せないなっていう判断をされて番宣させてもらえない可能性もあるわけかな。なるほど、どうですかね。そうか、じゃああんまりトイレとか言っちゃいけないんですね本来は。どうですかね。でも今のところお咎めは来ていない。大丈夫なんですかね。まあ、わかりません流れましたから。でもこんにゃくを叩く音を流しましたからね。そうですね、ちょっとシュールなね。シュールですね。まだねあるんですね、はい、まだあるんですか。あ、少し、はい、はい、粘土の佐藤大樹です。クリストモコです。デザインを音で楽しむ J-WAVE クリエリオ、大木さん後ろに何か見えますけど、え、やめてくれ、何ですかそれ。袋の袋ね、袋の中身です。あ、後ろの袋ですね、はい、はい、何ですかというのも、じゃあ今週金曜日深夜2時30分に分かります。粘土の佐藤大樹です。クリストモコです。デザインを音で楽しむ J-WAVE クリエリオ、今週は、まあ、デザイナーといえばの椅子のお話に行きたいと思います。え、椅子ですか。椅子です。公共の電波でそういうのはないですよね。普通ちょっと恥ずかしい。椅子ですよ。いやいや恥ずかしいです。さんさん恥ずかしい話してますよね。金曜深夜2時30分粘土の佐藤大樹です。クリストモコです。デザインを音で楽しむ J-WAVE クリエリオ、突
然ですけど、クリスさん、はい、イスパハンって知ってます？イスパハン、はい、はいはい、ああ、やっぱり知ってます。この間歩いてましたね。ああ、はいはいはい、僕も、はい、結構多いですよね、最近、ね、イスパハン。クリエリオ金曜深夜2時30分から。いや、これももう忘れてイスパーマンで覚えてましたけど、大木さんのデザインで椅子で公共の電波で恥ずかしいっていう、何の話か分かんない、何のこっちゃですよね。面白かったな。確かあれはそうですね、椅子のデザインについての回で、そうですね、椅子っていうのはこうデザイナーの内面が一番現れ出ちゃうから結構恥ずかしいんですよっていう、それを2週秒に収めようとするとああなってしまったっていう。最初のやつ何ですか、あれ袋が後ろに、大木さんがデザインされたものを大きな紙袋に入れて持ってきてくださってたんですよ。何が入ってたのかな、バッグかな、あルトートかな、はい、トートバッグの回で、あ、じゃあ口金のバッグみたいな話、あその前だと、その前大木さんがデザインされた、はい、はいはい、だからその、ありました私 の, あのボキャブラリーの端折り具合ね、ちょっと夏時後ろに何か見えますよ的なことで、それもあって、でも20秒だったんで、ね、ま、何のこっちゃみたいな、なんだか分かんない、階段で終わってしまったっていうね、と最後はもう最近の方、イスパハン、イスパハンですね、イスパハン、あれはもうイスパハンがなんだか分からずに、うん、まあ誤情報ですよね、あれもうあのほぼ憶測で歩いてたっていう、はい、お互い知ったかぶりをするというね、ね、イスパハン、そうですね、申し訳ないですね。もういよいよ番宣の正解って何なんでしょうね。でも番組を、でも番組の内容気になるなと思って聞いていただくことが、あのなんて目次みたいな感じなんですか、あのネットニュース の、うんうん、あの最初のタイトルみたいな、はい、そんな感じというものもあるし、でも バリエーションはいろいろありますよ。あ、そうですね、いろんなちょっと会話してアーティストの方がされてて、というのもあるし、あ、私の昼お昼やらせていただいているグッドネバースとかは割と真面目に、はい、あのゲストの方とかも多いから、ご紹介して、まあ、どういう方が出るかということで、あ、まあ、イスパンはまだ迎えてないんですけど、そうだそうだ、はい、うん、だから、まあ、やっぱ聞いてほしいから、でもこういう風になってったのも結構これ瞬発力ですもんね。何言うか私たちも。そうですね。いや、分からない。多分なんですけど、うん、あんまり言うと、もう番組の内容が全部分かっちゃうんですよ。クリエイティブ。20秒でようやくできちゃうので。うんうん、できるかな、内容が分かんないように、ちょっとしようとしてたらなんだか分からない方向に行っちゃった可能性がありますよね。そうですね。いつかからね、こうなりましたね。でもなんか、うん、面白かったよなんて言われると、はい、ちょっと調子に乗ってみたりして。じゃあ、伝わったのかなっていうのも、どうなんでしょうね。ね、あとですね、はいはい、あのこれまでの中で一番ひどいのがあるっていうスタイル、十分ひどいのが今多かったような気がしますけど、うん、それもう一個あるらしいです、これですね、はい、はい、粘土の佐藤大樹です、クリス智子です。デザインを音で楽しむ J-WAVE クリエイリオ、大樹さんこの間番宣褒められたんですよ。どうやってですか。いや、すごい楽しそうだねって。いや、それ多分褒められてないですよ、クリスさん。そうですかね、気をつけますって私も言っちゃったんですけど。クリエイリオです。金曜深夜2時30分から。あ、でも伝わってますね。クリエイリオ深夜2時30分って。あ、それが一番大事な情報ですからね、今思えば。でもちょっとひどいね。番組の中身を、まあ、今週何やるよじゃなくて、さっぱり分かる、番宣が楽しいって褒められたよっていうご報告、ね、だから番宣の中で番宣の話をしてるわけですよね、うん、そういうことですね。でも冷静になってみる、うん、今も番組の中で番組の宣伝の話をしてるわけですよね。そうですね、うん、おかしいです。なんか入れ子状というか、なんかあの映画でインセプションってありませんでしたっけ、うんうんうん、昔あの夢のまた夢を見てみたいな、夢の中の夢の中のみたいな、そんな感じに今僕は。そんな難しい話になった。いやいや。だって番宣について語る番組おかしくないですかね。うんうん、いやいや、もう、うん、どうね、どうしましょう。ま、どうしましょうね。番組、うん、番組の何を伝えたいかですよね。私はだから大木さんの、はい、うん、やっぱりデザイン当たり前だけど粘土の凄さも伝えたいけど、うん、粘土のすごいことをやってる佐藤大木さんってなんか変だよねみたいな。今後半がメインになってますね。今ね、そうですね、確かにそうですね。じゃあなるべく両方を20秒に入れていく。難しい。無理ですよね。無理ですね。無理。無理ですね。うん、じゃあ
でもあんまりスマートなことばっかりやろうとすると疲れますよね、きっと。疲れるかどうかって話じゃないですよね。疲れるか基準ですね、まあ、聞いてる方もね。あ、確かに。でも一応そういう省エネでやるっていうのも一つの手かもしれないですね、うん、でもどっち、どっちが省エネなの。はい、分からないですけど、面白くする方がエネルギー使うね、どっちが疲れるんでしょうね。疲れはしないけど、20秒って意外と日常で短い、難しいですね、まあ、でも長いっていうのもあるんですけど、まあもう今年も始まってるわけですから、もう、まあ、そうですね、あの、まあ、沖さんはちゃんと計画性がねあることも大事っていう、まさにさっきの話ですからですけど、はい、まあ、番宣ぐらいちょっと弾けていただいてもそうですねいいかなと個人的には。じゃあ継続ということでいいですかね。いいですか。誰か怒られそうですよね。誰かに怒られる、誰かが、うん、もしも誰かが誰かに怒られたら、はい、あ、誰か怒られちゃかわいそうだなと思って変えますか。なのでリスナーの皆さんもそうですね、あ、そろそろ怒られたんだなって気づきますよね、きっと。真面目な番宣もするようになってたら、そうですね、あ、とうとう、あ、この人たちとうとう言われちゃったんだなっていう回が、そうですね、はい、確かに、うん、怒られるまでやりましょう、逆に言うと。あ、なんか、うん、大木さんからそんな言葉が出るなんて心強い。 やっぱりテーマというかコンセプトが大事ですからね、はい、そうですね、一貫性を持つっていうことの重要性ありますからね。ちょっと今年は攻めの、そうですね、攻めてるっていう、攻めるところ間違えてますね、きっと。そうですね、番宣で攻めるってね、うん、まあ、ちょっと今日はね、あの、もうちょっと昨年振り返りながらね、今年考えてみましょう。結構懐かしい、はい、うん、ありましたね。J-WAVE クリエイリオ、1月1日、今夜もお別れの時間がやってまいりました。はい。はい、お正月。始まりの終わりってことですね、今。始まりの終わり。いや、違うのか、終わりの始まり。いや、違う。え、何いやいや、始まりの終わりだ。そう、最初の回のエンディングなので。そうなのです。はい。どんな風にね、聞いてくださってるでしょうかね。でも、はい、お正月、まあ、皆さんもどう過ごされてるのか、そういう、あの、今年初めのお話も、もちろん伺いってみたいし。はい。ちょっとお正月慣れね、あまり大木さんはそんなに普通、確かに正月にやるときってもう少し何かこうイベント性のある回になったりしますけどね、クリエイリオはあまり変わらずでしたね。まあまあでもね、それも、うん、まあ、振り返りとかありますね、箸休めとして。確かに。あとは、まあ、まあ、番組宣伝の、あの、こうキュッと20秒の話もしてきましたけど、うん、でこういう今年ね、皆さんからは、うん、あの、こういうこと番組でやってほしいなとか、確かに話してほしいなとか、こういう番宣やってほしいな、そう、番宣やってほしいな、番宣の番宣まで、でも ご希望があればお答えしたい、確かにですよ、ね、そうですね、そういうリクエストもいいですね、うん、そういうのもいいですね。謎ですね。今日は、ね、1月1日なんで、私たちももう何でもやってみようみたいな、こう、確かに気持ちもありますから。そうですね、はい、まだ全て始まったばかり、2021年、はい、うん、皆さんもね、気持ちよくまた1年ね、進めるといいですよね。そうですね。はい、あの、改めて本年もよろしくお願いいたします。お願いします。はい、皆さんのメッセージ、クリエイトのウェブサイトからお待ちしております。ここまでのお相手は粘土の佐藤大樹とクリス智子でした。